皆さんどうもピーマンです。今週もやってきたよ。金曜日の二軍ペナント実況、今週も元気に楽しくやっていきます。今回はですね、5年目の前半戦シーズンが残るはあと3試合となったので、この3試合をね、エンジェル・ひじりたん、六道ひじりを使ってやっていきます。現在我がチームの順位はリーグ1位、1位なんです。ものすごく嬉しいね。2位のヤクルトとは 5.5 ゲーム差、7位の中日とは31ゲーム差と、今のところ2位と、そしてドベともかなりの差のゲームが空いてるよね、ゲーム差がね。ただまだ安心はできない、ここからボコボコにされる、連敗続く、そういうのがねありますから、過去ありましたからね、うちにも。そういうことを気をつけながら負けないように確実に勝っていきましょう。じゃあまずはこの3試合をプレイする前にエンジェルひじりたんの成績を見ていこうかな。現在ね、前回紹介した通りまだねスランプモード抜けておらず、成績はひどいな。打率2割4分6厘、ホームランもない、長打もない、打点は20打点、得点圏打率は3割と強いんだけどね、とにかく打てない。出塁率も低いよね、2割9分、3割切って OPS も5割ですから、まあ、これ以上ね、こういうことが続くようならば、さすがにエンジェルとはいえね、大好きなエンジェルとはいえ、ちょっと変えるということをねしていかないとダメなんですよ。なかなかねこのスランプモードから脱出できない、厳しい戦いが続いてますよ。ぜひねエンジェルには復活して俺の嫁になってもらいたい。なんでだ急に変わったね。さて1戦目やっていきましょう。今日のベストオーダーはどうしようかな。今日はねちょっと荻野が調子いいんで、イチローを外して荻野を入れようかな。おキラも調子いいね。このね矢田もスランプなんだよね、こいつも全く打たないから、今日はエンジェルは8番キャッチャーで使って、でキラはね5番で使おうか、ミレッジ6番で OK ね。よしよしよし、あの人の日の調子によって僕は打線変えますからね。今日の先発はダルビッシュではなく、お斉藤佑樹、佑樹斉藤、君に決めた。ハンカチ王子、素晴らしいピッチングしてくれること間違いないでしょう。行きましょう。そういやあれですね、ニュースにもなってましたが、あの巨人の矢野という選手がですねトレードされて日ハムに行きましたね。もう悲しい、俺はね悲しみに暮れてますよ本当に。もう今週は寝れそうにないわ。好きな選手なんですよ矢野健二、もう大好き大好き大好き、悲しいですね。まあこうなってしまった以上はね仕方がないので、日ハムに行ってもぜひ頑張ってもらいたいわ。でも悲しいですよ。あの地上波でねよく巨人戦が放送してた時に僕見てたんですよ。確か2005年とか2006年あたりはね、ほんと毎週 1,2 回くらい巨人戦がねこの地上波でしてたんだけども、最近は1ヶ月に1回くらいだよね。もっと増やしてもらいたいんだけどね。さて来たよ、チャンスでやってきた。矢野健二の話はちょっと置いといて、ここで打つよ。ノーアウトランナー1塁3塁、エンジェルの打球は通るなよ。セカンドありえない、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 ゲッツーありえない、ありえない、なんで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 、理解できないね。取るべきではないだろう、取るな、もうお前はファンから叩かれるわ。エンジェルで打てない、最悪だね。なぜセカンドは取るのか、もう空気を読め、暗黙の了解だよ、絶対取っちゃダメなんですよ、取るべきじゃない。うわー、チャンスで打てないな。エンジェルをなんとかこのスランプモードから脱出してあげたいんだけどね、俺も下手くそだから全然脱出できねえやひどいね。さてチームは3対1と勝ってますね。これが悲しいとこなんだよね。エンジェルの不調とは裏腹にチームは勝つっていうね。絶対に打つエンジェルで、長打がないからねエンジェルは。出塁率もちょっと 3割切ってるのは痛すぎる。ファーストで使ってるんですけどね、正直今のエンジェルターンを使うくらいならキラとかボーカーとかね外国人選手を使った方が勝てますよ。悲しいですけどね。うわー、ここも凡退ダメだな今日、本当に今日というか全然ダメだ、打てる気配がない。うわー、これも外のスライダー、ゲッツーか。あー、どうだ、セーフ、ゲッツーは免れたが、ここもあー、また最後来たね、マジで。いや、もうこれならもう長打狙いでいこうよ今日は。エンジェルを救う、ツーアウトランナー一塁、チームは6対1勝ってるね、素晴らしい。おー、ハンカチも素晴らしいピッチングだね、9回まで1失点。まあ、完投はしてないと思うけどね、7回あたりで降りてるんじゃないかな、わからないけどね。まずい、ツーツー追い込まれた、エンジェルひじり、どこで打つ、かわいいわ、正義だ、ノー、ここもピッチャーゴロ、今日はゴロ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 尽くしですわ、ゴロ尽くしゴロ祭り、最悪だね。おー、チームは6対2で勝ったね、最後1点与えたよ。
中島が今日4安打。その2本くれ、エンジェルにくれ、お前のヒットなんていらん。申し訳ないね。中島に対する暴言を吐いてしまったよ。お、斉藤が今季9勝目を挙げたね。素晴らしいね。なら斉藤今回は完投だったのかな、投げ切ったのか。今日の打線はこんな感じ。うわ、荻野が5打数ノーヒットか、入れるべきじゃなかったかもしれんな、今日。矢部が代打で打ってるね。矢部スタメンでもうそろそろ使っていこうかな。矢部もちょっとスランプモード入っててね、あまり使わなかったんですが、最近になって取れましたから。エンジェル肘は5打数ノーヒット。キラーが大活躍ネックだね。今日入れて正解だったわ。ほんで、斉藤は9回投げて2失点。うわ、四死球がやや多いが、まあいいでしょう。2失点で抑えてくれたね。素晴らしいぞ。さて、2試合目やっていきましょうか。ちょっとエンジェル肘たんで打てないね。あ、そういや、新外国人選手とか来てなかったっけ？来てたような。あ、ロス。これ、来たやつかな？大していい選手じゃねえな。新外国人もね、7月31日までしか契約できませんからね。契約するんだったら早い段階にしとかないと。まあ、今はいいでしょう。いい選手いないんでね。おっしゃ、じゃあ2試合目行きましょう。2試合目どうしようかな。今日は、荻野が絶好調だな。ちょっとミレッジ外して、今日はね。矢部入れて、荻野をリードオフマンで使っていこうか。イチローは今日もベンチスタート。で、今日もキラーを入れときましょう。キラー先ほど活躍。ほんで、ひじりたんは、8番、キャッチャーで使っていきます。で、今日の先発は金子千尋。スタミナがないな。今日は前剣でいこうか。ダルビッシュが今絶好調モード入ってるからね、恐ろしいよ。絶好調のダルビッシュとかもただでさえ打てんのにもっと打てなくなるからね。あれなんて言うんだっけ、ハキハキモードだっけ、なんだっけ、何モードだっけあれ。教えてくれ、誰か。ハキハキ、何モードだっけなんだっけ、ハキハキじゃねえ。なんだハキハキって。ハキハキって何元気いっぱい、アンパンマン違うな。関係ないわ。もうやめよう。全然出てこない、めっちゃ調子いいんですよね。ごく稀になるんですよ。ごく稀というかね、わからん。条件がわからんね。たまになるんだよね。さーて、行きましょう。2回戦目シーズンの試合はあと2試合ね。前半戦ね。エンジェルで打つよ。2アウトランナー1塁。ピッチャー菅野。いやいやいや、菅野を打ち崩す。エンジェルですから。うわー、これも低めフォーク。ダメ。そんなもん引っ掛けるんじゃない、エンジェル。ダメ。カット。全部ストライクゾーンで来てる。ボール。さっきはこのスライダーに手出しまくったんだよね。これもボール。いいぞ。フォアボールもありだ。とりあえず出塁率を3割に乗せよう。そこからだ。のーん、この打球は、またファールゾーンに落ちたね。球数稼いでる。カットカットカットですよ。キットカット、おいえ。ボールのフォーク、内野安打はないよなー。のーん、エンジェル、ここも打てず。6打数ノーヒットか、この実況。全く打てる気配がないぞ。お、チームは菅野から2点取ってるね。これがうちのチームですからね。あっさりエースを打つという。そしてここも凡退、これで7打数ノーヒット。全く打てんな、なぜだ。さて、2アウトランナー1塁。あ、チームは2対1、ちょっとまずいな。ちょっとまずいぞ、負けるぞ、怖いぞ。第2球投げました。はい、もうここも凡退。これで8打数ノーヒットですよ、皆さん。信じられますか。エンジェルで全く打てない。はい、チームは3対1で勝ちましたが、いや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 、3打数ノーヒット。前剣がよく頑張ってくれたね、今日は。勝てたのはいいんですが、エンジェルで打てないとね、勝った喜びよりも打てなかった悔しさの方が来るね。おー、キラが今季4号目、また打ったな。これで2試合連続本塁打じゃないか。今日の打線の内容見ていきましょうか。矢部は打ったのか。矢部は、あ、タイムリーヒット打ってるね。うん、素晴らしいぞ。キラはまたマルチで2本、ホームランか。素晴らしい。そして荻野、またノーヒットか。おいおいおい、荻野くん。ちょっと荻野はもうちょっと変えようか。次の試合はもう一郎使っていきましょう。で、前剣の完投勝利もあって無事勝利することができましたが、エンジェルでは全く打つことができませんでしたよ。なぜでしょうかね。なぜでしょう、わかりませんね。納得はできないし、理解もできませんよ。こんなに打てないもんかね。さて、これがピーマンズ、最後の試合になりますね。というか、セリーグ最後の試合ですね。負けないように、ボコボコにしていきましょう。行こうか。最後の試合は横浜戦だ。今日はね、もう一郎をリードオフマンで、どうしようか。今日キラー入れようか。あのね、スランプモードから脱出するためにはね、試合で出て活躍しないとダメなんだよね。だから、試合出ないと意味ないから、じゃあ今日はもうこの2人出しましょう。シーズン前半戦最後の試合、勝っていきましょうよ。
今日の先発誰でいこうか。じゃあダルビッシュでいいかな。オッケー、じゃあダルビッシュでいいでしょう。現在はもうすごいモード入ってますから。最後のエンジェルで一本打ちましょうよ。今回はこれで最後になります。前半戦ね。ふぅ。ダルビッシュ。ものすごくハキハキ元気な子ですからね。まあ、それはいいんですよ。エンジェルで一本打つということをね、目標にやっていこう。これで打てなかったら、なんだ、次打てなかったら9打席連続凡退か。いや、怒りの二軍落ちもあるかもしれないね。いや、でも可愛いは正義ですから、落とすことはないですよ。落とすわけないでしょ？ね、絶対落とさないからね、よろしく。さて、行きましょう。早速2回来たな。2アウトランナーなしか。第9投げました。スライダー、変化球をね、ちょっと見ていかないと。ボールの、ストライクはボールになる変化球を振って凡退というのが多いからね。よし。カウントは2ボール1ストライク。気がつけば2割3分か。まあエンジェルはもともとね、長打力のあるバッターではないんだけどね。ただいくらなんでも疲労するホームランも0本だからね。これはどうだ、カット、イエス、いいぞ、フルカウント、ファーボールもあるぞ。よし、ここを選んだね。久々の出塁、今回の実況初めての出塁ですよ。ファーボール選びました。制球感があるエンジェル、かわいいわ正義だ。国吉ありがとうありがとう、ファーボールを与えてくれて久々に塁に出れた。さーて、かもここで打つぞ。チームは1-0、あ、0-1か、負けてんのか、負けてんの。国吉から全く打てないな、なぜだ。国吉なんて打ち崩せ、ふざけるな。菅野打てて国吉打てんのは納得できるわ、おかしいだろう。さて、フルカウント、おお、ここも選んだ、ファーボール、いいね。おお、チームは一挙3得点。ツーアウトランナー2塁、逆転しましたね。オーケーオーケーオーケー。ちょっと5回まで全く国吉打ててなかったんだけどね、疑問を感じてたよ。菅野打ててなぜ国吉を打てないかというね、疑問を感じてたんですが、ここで打って逆転ですね。そしてエンジェル、いやもうここちょっと強振狙いでいきましょうよ。よし、どうだ、この打球は、この打球はセンター、荒波取ってアウト。打てないヒットを、フォアボールは選んでいる。うわー、同点に追いつかれたな。チームは3対3の同点だ。7回あたりに一挙2得点取られて同点だね。マジで。ここでエンジェル、打球はファール、ノーアウトランナーなし、先頭バッターですからね。ここで出塁して、カウントは2ボール1ストライク、勝ち越しといこうよ。の146、早い、全然タイミングが合わん。よし、これは来た、イエーズ、来ましたね、一本出てくれた。さて、これが逆転の勝ち越しの口火になればいいんだが、センター前、この実況動画初ヒットですね。いや、ちょっとヒット出てなかったからね、いただきました。今日は3個の出塁か。あー、しかし今4対3のサヨナラ負け。ぬーん、最後誰が打たれた。前半戦の最後の試合ね、サヨナラ負けという不吉な負け方。最後、ブレス？誰だ、ブレスって。あ、俺が取った新外国人選手か。早速打たれたの？はい、今日の打線はこんな感じ。イチローが5打数1安打。お、川崎がマルチヒット。ボーカー代打でノーヒットで、ヨウダイカンがタイムリー&フォアボール。中島が打ってくれてる。ミレッジも、おー、ホームラン打ってるね。いい、素晴らしいぞ。いや、いいんだよ。投球内容は？ダルビッシュ6回3分の2を投げて3失点。ランズラーを抑えて、トガメも抑えて、そしてブレスが最後打たれたのか。抑えて欲しかったね、ブレス。まあ、俺が取った新外国人だからね、文句は言えないんだよ。他の選手だったら文句言おうと思ったんですけど、取ったの俺だ、使ってんの俺だってなるからね。ブレスを批判することは俺を批判することになるからね。あー、神がノリノリじゃなくなった。神今までノリノリだったのか。あ、そうだ、ノリノリモードって言うんだね。これはようやく答えが出てきたよ。ミレッジが全治2日の経過。しかし前半戦のシーズンはもうこれで終了いたしました。はい、じゃあここまでのね、セリーグの成績、そしてピーマンズの成績をね、おさらいしていきたいと思います。じゃあまずはセリーグ順位、パリーグ順位から見ていこうかな。まずはセリーグはこんな感じでございます。現在ピーマンズがリーグ1位56勝28敗1引き、1引き分けで勝率は6割6分7。2位の横浜とは 5.5 ゲーム差。あ、ヤクルトともですね。で、ドベとは 32.5 ゲーム差とかなりの差が空いてますね。中日はもう暗黒突入ですね。
ちょっと中日の成績も見ていかないとね、これ。ちょっと見ようか。今見ようか。あの前にまずはパリーグ。はい、パリーグは現在こんな感じ。日ハムがリーグ1位ですね。接戦ですね、ソフトバンクと。ロッテが飛べで 15.5 ゲーム差。早くもちょっとね、もう諦めモード。そんな雰囲気プンプンしとるね。ちょっと待てよ。んで、次はね、投手成績見ていこうか。現在ピーマンズはこんな感じだ。おー、どの部門でも1位か。与えたファーボール以外では現在全部リーグ1位ですね。で、打撃は？あ、チーム打率リーグ1位。で、チーム安打リーグ1位。盗塁もリーグ1位だ。はぁ、こら強いわなぁ。素晴らしいね。OK。ヤクルトがもう、は、100本？ホームラン打ちすぎだろ。恐ろしいんだけど、このチーム。はは、怖いねぇ。で、ちょっと中日の成績。まずは投手陣から。うわ、もうピッチャー陣はもう普通にいいと思うけどね、別に。でも、規定投球回2人しか達成してないのか。あ、よくないね。そんなによくないね。で、打撃陣は、まあ、これドベになる要素ありまくりですわ。で、打撃陣は普通にいいと思うが、これ。悪いの？悪くないよね。高橋周平がこんな活躍してるよ。あ、悪いね。7割、8割から7割が3人しかいないっていうね。暗黒打線突入じゃねえか。昔の我がチームを見てるような感じだよ、これ。悲しくなってくるね。胸が締め付けられるよ。ヤクルト打線はどうなの？100本も打ってるんだからね。うわー、これ見て。4人が3割。そして5位からおかしいでしょ。急に2割って。びっくりしたわ。わ、これは強いわな。恐ろしいね。ヤクルトとはなるべく対決したくないですが。ゲーム差もそんなないからね。ほら、見てよ。ここの4人 OPS 全部9割以上だからね。ほんで、こっから急におかしくなるの。なんなの？このテンションの違いは。実力とテンションの違いなんなの？そして、ピーマンズの成績見ていきましょう。現在はこんな感じ。おー、前剣が防御率1位だね。あ、ローテーションピッチャーみんなが規定投球回達してるね。OK。素晴らしい。うわ、ダルビッシュ早くもこれ見てよ。イニングおかしいでしょ。157点。余裕の200イニングいくな。斉藤もよく頑張ってる。能見さんが勝つなんだよな。この能力で、でも能力自体も落ちてきてるからな。でも頑張ってくれ。この5年目最後まで頑張ってほしいね。ここまで斉藤が素晴らしいぞ。もうダルビッシュが14勝を挙げてるね。うん。ほんで、中継ぎ陣も見ていかないとね。あ、ランズラーがすごい。現在左のワンポイントとして使ってるが、防御率 0.87 か。20回3分の2を投げてこれだからね。トガメもいいぞ。ヒースもいい。エノキダもいい。中村もオッケー。イケアもまあオッケーでしょうか。ブレスが全然ダメだな。そしてルースは俺が使ってるの。抑えでこれだけの失点。まあいいか。で、葵ちゃん、うわ、葵ちゃん、防御力 6.89、あかんでしょ。葵ちゃん、ダメ。葵ちゃん、ダメ。ホールド部門では現在、トガメが1位ですね。セーブ部門では、ルースの8個か。これ、ちょっと守護神変えた方がいいかな。てか、守護神、そんな出番ないんだよね。うちのチーム、もう、前剣、金子、ダルビッシュ、この3人、ほとんど完投ですからね。そして、斎藤も完投ですから、もう、ほとんど出番がないよ。守護神はね。ただ、ルースをこのまま使うっていうのもね、ダメかと思う。次は打撃陣見ていこうか。はい、現在こんな感じ。だー、中島が3割4分6厘。なんでこのパープロの中島こんな強いんだろうね。おかしいでしょ。マイナーリーガーですよ。どこのメジャーリーガーよりも強いじゃねえか。OPS も10割超え。そして、陽大館も素晴らしい成績だね。いいぞ。OPS も9割超え。現在 OPS ランキングではこのような順番だね。荻野が7割8分か。いいね、出塁率も高い。リードオフマンとしては最高だよ。あ、盗塁は陽大館の方が多いのか。意外だね。荻野の方が多いかと思ったけど。川崎も OPS の7割ギリギリ。うわ、この打率でこの出塁率っていうことは全然フォアボール選んでないね。今成も打率の割、今成は別に普通かな。うん、でも OPS が6割。長打力がない。ここまで本塁打ない。現在サードとして使ってるんですがね。起用法考えないとね。で、エンジェルがひどい成績なんだ。助けてくれ。で、ボーカーとかもこんな感じだね。うん、いいぞ。OPS では8割。おー、キラが7割か。エリオットも7割6分。矢部も7割超えてるね。いいね。おー、お前もいいぞ。山川か。ミレッジは6割。ミレッジ6割切ってんの？マジか。7割切ってる。イチローも現在6割切って5割近く。しかし出塁率3割あるからね。盗塁も4個、寂しい数字だね。
長打力が全くないイチロー。そしてやだ、ひどい成績だ。はい、現在の成績はこんな感じでございます。もう本当にね、なかなかこの6度、そしてやだというのがね、スランプモードから解放されずに打ててないという状況が続いてる毎日ですね。この2人がね、早くスランプモードから解放されたら、もうもうリーグ優勝なんですけどね、まだ確信はできないよ。じゃあ最後にセリーグタイトル、パリーグタイトルを見て、今週はこれにて終わりにしたいと思います。投手ランキングで見ていきましょうか。はい、現在の最優秀防御率は藤浪ですね。恐ろしいな、藤浪。で、最多勝はうちのダルビッシュだ。負けはどうなの ?12敗。ああ、2勝12敗。はは、この防御率でこれってかわいすぎるね。やっぱあれ暗黒打線だな。で、現在セーブ部門では31個で三上だね。一岡、おい、一岡の防御率おかしいだろう。絶対的守護神じゃねえか。で、ホールド部門では現在フィリップスですな。ほうほうほう、トガメは現在リーグ8位ですか。脱三振では190個で圧倒的にダルビッシュだね。投げたイニングが多いからもう圧倒的に違うね。で、ウィップ部門でも現在、具志堅？はぁ、具志堅というピッチャーが頑張ってるね。ウィップが 0.86 って、おかしいだろ。ははは、すごい成績しとんね。被安打が少なすぎるな、この選手。はあ、ダルビッシュが1位かと思ったけど、そうじゃないね。はい、で、お次はパリーグの投手陣見ていきましょう。現在防御率部門では山口。横浜のかな？合ってるよね。1.83。で、勝利数では山口。これも山口か。大谷も頑張ってるね。マイライフ、ペナントも5年目ですからね。知ってる選手がだんだん少なくなっている。大谷は現在奪三振ランキング1位。で、武田が現在ウィップ1位。セーブ部門では20個で増田。ホールドポイントは26個で田中。で、負けは5勝10敗菊池。うわ、まあ、知らないわ。この成績なら文句は言えないね。いや、待て、キャンベルおかしいだろ。この防御率で負け越すディクソンもおかしいだろ。お前、これ泣くわ。ディクソン泣くわ、これ。ガン泣きだろ、お前。かわいそすぎるわ。さて、次は野手陣を見ていきましょうか。現在の首位打者は3割6分2厘で、ヤクルト山田。安打部門でも山田。本塁打部門では雄平か。中島も頑張ってるけどね。おお、中島が現在83打点でリーグ1位。得点圏部門ではゴメスの3割5分2。盗塁部門では26個で現在荒波が1位。成功率おかしい。これ荒波じゃねえだろ。誰だよ、こいつ。誰なんだよ、これ。おかしいだろ。こんな成功率高い荒波とか見たことねえよ。出塁率では現在畠山ですね。山賊よ、頑張るね。OPS では現在山田か。ヤクルトの打撃陣が素晴らしすぎるね。おかしいおかしい、それおかしいよ。じゃあ次パリーグ見ていきましょう。おー、現在の首位打者柳田の3割9分2。4割近くあんな。安打も柳田。本塁打はメヒアですね。打点ではこれもメヒア。得点圏では岡島か。で、盗塁は19個で中島。はぁはぁはぁ。出塁率は4割6分4、4割5分超えてる。恐ろしいね。OPS でも現在柳田という感じですね。圧倒的な成績ですよ。これトリプルスリーも十分ある成績だね。今後も柳田の成績については紹介していきたいと思います。 OK、 じゃあ今週はね、これにて終わりにしたいと思います。前半戦、5年目のね、前半戦シーズンが終わりました。ここまでチームはリーグ1位です。この5年目はね、最後勝利で、ラストシーズンですからね、勝利で飾って終えれればかなと思ってるんで、今のところは順調。しかしこの先何があるかがわからないのがこの2軍ペナント実況。ここからボコボコにされ、泥沼の10連敗。そんなのあるからね。平気でありますから。ありましたから、事実ね。そういう怖い展開だけはなるべく避けていきたいと思ってるんですが、まあ、それはどうなるかわからない。来週の木曜日、月曜日の実況ではですね、この後半戦の初戦ですね、8月4日の横浜戦を1試合プレイしていきますので、次回の実況またお楽しみに。もし初見の方いたらですね、現在再生リスト作っててね、そちらの方から見てくださるとね、今の実況動画がより楽しめると思いますのでね。じゃあ来週の月曜日またご会いしましょう。グッバイ、また会おう。